こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで、なんか最近な、俺のお客さんに呼び止められるやん。はい。で、なんかそのアレンジ、なんかどうしてんのみたいな結構言われるやつがあって、で、それをね、なんか結構人気なのかなと思うので、ちょっと紹介してもらおうと思ってます。はい。なんか自分ではもうささってやってるだけの、うん、まあ、アレンジなんですけど、うん、ちょっとなんか何人かに言われたんで、今日はぜひ。ね、多分そういうふうに言われるってことは、見てる皆さんももしかしたらやりたいって思うかもしれないんでね、はい、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今日はオイルとゴム2本とヘアアクセを使っていきます。はい、まず分け目を隠すように後ろに向かって手ぐしで溶かしていきます。で、その次に全体の髪の毛をまとめていくんですけど、だいたい耳よりも少し下あたりでまとめてゴムで結んでいきます。で、その次にポニーテールの毛先をだいたい4分の1ぐらいの毛束を取ってしっかりとねじっていきます。で、ねじったらゴムの部分に巻きつけていきます。だいたい2周ぐらい巻きつけて、あんまり緩まないようにしっかりと巻きつけて、で、毛先を下の方に持ってきたら、その上でゴムでもう一度結んでいきます。で、ちょっとギュッと締めて、で、ゴムがちょっと見えてたりもするので、少し巻きつけた部分を広げていきますね。ちょっと全体的にほぐしていくんですけど、耳の部分をちょっと隠すように横に広げていきます。で、表面の部分も少しだけボリュームを出していきます。で、最後にヘアアクセを横の部分にアクセントとしてつけたら完成です。はい、ということで、ええ感じに仕上がりましたよね。はい、多分というか、結構ね、おしゃれに見えるかなと思うんですけど、なんかポイント的に、なんかこれ気をつけた方がいいよみたいなのある？ねじるときに髪の毛を結構しっかりとこうねじっとかないと、緩いとあんまり立体的に出てこないので、なるほど、ぼやってなる感じになるってことやな。あれってなると思います。と、毛先、長い方はちょっとやっぱこう、巻いてた方がふわっとして、可愛いかなと。確かにね、なんか前回もね、はい、前回の1分アレンジでもやっぱそのロングヘアの方で腰ぐらいの方で、でもバランス的に合うかっていうことが結構言われてたから、まあでもそういう方でも巻いてたら結構おしゃれに見えるかな。そうですね、結構巻いてるのがやっぱポイントかなと思うので、まあ短い方ミディアムとかだったら、まあ巻かなくても別にいいかなと思うんですけど、まあそれよりもセミロング、ロングの方はちょっと巻いてあげるとバランスが取りやすいかなと思いますので、よかったらぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、この動画よかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。